皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、動画にご質問いただきましたのでお答えをしていきたいなと思います。パワーリフターの方からのご質問で、しっかりね水分を取っているんですけど、クレアチンを取ると吸ってしまいますと。かなりの量の水をしっかり飲んでらっしゃるんですけど、それでもこう釣ってしまうということで、釣らないような飲み方があれば教えてくださいということで、このご質問にお答えをしていきたいなと思います。本当にもうパワー系の競技においてクレアチンって本当にこう効果を体感しやすいサプリメントですので、なんとかしてですね、私もこう釣らないで取っていただきたいなと思いますので、サポートができればと思っているんですけども、まあ、私がご提案する釣らないようにする方法、まあ、3つ今回はご用意してあります。1つ目はクレアチンの摂取タイミングなんですけども、これをトレーニング後に取っていただくようにするのが1つ目ですね。クレアチンというとプレワークアウトの印象を持っている方が多いと思うんですけども、私もですね、こうトレーニング前にBレジェンドのねプレワークアウトとクレアチン一緒に取ったりするんですけども、実はですね、トレーニング中とかトレーニング後に取っていただくっていうのも非常におすすめで、トレーニング中にこうクレアチンをどんどん使っていって、使い切ったところでトレーニング後にしっかりクレアチンを取って補充していただく。で、そうするとまた次のトレーニングの時にはトレーニング後に補充したクレアチンがしっかり筋肉に残った状態でフレッシュな状態でトレーニングができるので、トレーニング後に取っていただいてもトレーニング前に取るのとこう遜色ない効果が得られますよっていう方もいらっしゃいますし、私もそういう取り方試してみたことはあったんですけども、特にですねトレーニング前に取るのと変わらない効果が体感できました。私はもうタイミングを分けてね、あのサプリを取るのは面倒なんで、トレーニング前にプレワークアウトと一緒に取ってるんですけども、トレーニング前に取るとどうしても釣ってしまうっていう方はトレーニング後に取るようにしていただくと、トレーニングで釣りにくくなるかもしれないので一度試していただきたいなと思います。2つ目なんですけども、今度はトレーニング前に塩分を取っていただく、塩を取っていただくようにするのをご提案したいなと思います。塩分っていうとね、こう体がむくんでしまうとかちょっとこうネガティブなイメージを持たれている方多いと思うんですけども、筋肉の収縮に関して一番大事と言っても過言ではないぐらい大事なミネラルが塩分なんですね。この塩分が抜けていくと筋肉の収縮がうまくいかなくなるんで、力も入りにくくなりますし、低ナトリウム血症なんて言ったりするんですけども、塩分が足りなすぎると心臓の収縮がうまくいかなくなって、最悪の場合命を落としてしまうこともあるぐらいですね、実は塩分、ナトリウムというのは人間のこう体、筋肉の機能を維持するのに非常に大事な栄養素なんですね。塩分をしっかりとっていただくと、それだけこう力も入りやすくなりますし、トレーニング中のパンプもしやすくなります。まあ、パワーリフターの方なんでね、質問者の方はあのパンプとかはあまり求めてないかもしれないんですけども、しっかり塩分を取っていただいて、まあ、筋肉がね力を発揮しやすい状態にしていただくことで釣りにくくなるという効果も期待できるかなと思いますので、トレーニング前に私はですね、だいたい 3g から 5g ぐらいの塩分を取ってますね。まあ、プレワークアウトと混ぜてでもいいですし、塩を舐めるでもいいですし、 3g から 5g ぐらいの塩分をちょっと取るように一度試してみていただければなと。では3つ目なんですけども、塩分とまあちょっと関係してるんですけども、また筋肉の収縮に必要なミネラルをしっかり補給していただくということですね。具体的には塩分の他に2種類ですね、カリウムとマグネシウム、この2つをサプリで取っていただければなと思います。Bレジェンのサプリですとマルチビタミン&ミネラルには2種類とも含まれてますので、これをトレーニング前に取っていただくっていうのも非常に効果的だと思いますし、まあ、カリウムっていうのはナトリウムと一緒にですね、こう筋肉の働きをこう調整する働きを持っているミネラルですので、まあ、塩分と一緒にですねカリウムをしっかり取っていただくと筋肉が釣りにくくなるっていうのを期待できます。で、このマグネシウムっていうのもどちらかというと筋肉がぐーっと収縮しすぎないように筋肉が収縮する働きをうまくこうコントロールして制御してくれる、そういう働きを持ってます。筋肉が釣る時ってどういうことかと言いますと、力がもうぐーっとこう収縮したまま痙攣を起こしちゃう状態なんで、収縮がこう強すぎてぐーっと収縮したまま戻らない、リラックスできなくなっちゃってる状態なんで、そういう状態を防ぐために筋肉が
が収縮しすぎないように制御してくれる作用のあるマグネシウムも取っていただくと釣りにくくなるかなと思います。ただですね、このマグネシウムなんですけども、サプリで取っても吸収されにくいっていう欠点がありまして、そういった意味では、まあ、ひょっとしたらね、サプリで取ってもなかなか効果を体感できない場合もあるかと思うんですけども、マグネシウムの場合は経皮吸収といいまして、皮膚から吸収するっていうのが効果的であるというふうに言われています。お風呂にバスソルトとしてこのマグネシウムを入れていただいて10分とか15分使っていただくと、マグネシウムが皮膚から吸収をされて効果を発揮しやすいというふうに言われています。インターネットとかでですね、エプソムソルトという名前で検索していただくと、このマグネシウムの入浴剤みたいなのがよく出てくると思いますので、サプリで取ってみてね、なかなか効果を体感できないなと思った時には、そういうのを試してみてもいいかもしれないですね。今回はクレアチンで筋肉がつらないためにできること3種類ですね、お答えをさせていただきました。もちろんですね、体質によってはどうしてもつってしまうっていう方もいらっしゃると思うので、これをね、試したからといって必ず効果があるというふうに保証はできないんですけども、効果を体感しやすいサプリメントでもありますので、なんとかしてですね、クレアチンを取り続けていただきたいなと思いまして、私から提案できることですね、3つご紹介させていただきました。他にもですね、また質問等ございましたらコメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。